やばい。すっぴんなんですけど、今日は撮影です。モバイル用、モバイル用の撮影です。顔回ってるから本当にお願いします。イエイイエイイエイ。綺麗綺麗。これがここを、え？グッド？インデックスね。これしか出ないけど。1着目終了。私も寝ないから嫌味な女。ん？何？横顔美人だからそのこと。左顔美人だから。右取ってやる。右やだ。右不細工だもん。やだ。ずるい。みんななんか食べてんでしょ。ね、来て来て来て。今日のご飯が、見て、あのオーベルジーヌです。見える？オーベルジーヌです。こちらマジで嬉しい。一回食べてみたかったの。しかもなんかこの野菜のやつがめっちゃ美味しいって、なんか中里依紗さんの YouTube で言った。マジで嬉しい。これ絶対食べてくれる。ありがとうございます。食べます。食べますじゃない、行きます。2着目行きます。今日は、ヤングチャンピオンの何これ、デジタルのモバイル、モバイルか、モバイルの撮影です。今日は撮り下ろしの撮影をしてきました。水着はこういうちょっと紫のセクシーなランジェリーと、もう一つストライプのなんかこうかわいいかっこいい感じの水着を着させていただきました。これで肌の色のこの部分を綺麗にするっていうので、終わりました。2着目お疲れ様です。なりました。めっちゃ楽しみにしてきた。ジャガイモが一番大きいやつのし、福神漬けもついてんだけど本当に嬉しい。これを楽しみに。あ、アサリとか野菜とか書いてあるわ。チキン、チーズ、え、待って、ミックス、エビ、野菜。でも野菜が一番美味しいって聞いたんだよね。え、どうしよう。本当チーズも好きだし、ビーフも好き。いや、ビーフも好き。デブは肉を選ぶんです。いただきます。 ありがとうございます。パチパチすぎてヘアメイクと着替えが終わりました。プリンもね、ちょっとね隠してもらったんです。すごくない？すごくない？ちょっとプリン、プリン、めちゃくちゃプリンです。次は青です。
2つの必要がない。はい、きれい。 OK OK。 うん、終わりました、ヤングチャンピオンの、ね、今月一押しということでね、一押ししてもらったのでね、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、お願いします。またね。終わりました。お疲れ様です。お先失礼します。リーナさんごめんなさい。今日のお家はオペルジーヌ返します。野菜です。カレー大好き。いただきます。野菜、あ、いっぱい入ってる。あ、すげえ。あ、なんだ、さつまいもだ。これは何これ、カリフラワー。ちょっと冷えてる。温めたい。うん、見てください、きれいにつけずに食べれました。おはようございます。橋本里奈です。今日は夕方からの撮影で珍しいです。一番最後頑張ります。撮影始まりました。頑張ります。もうガンガン動いても大丈夫です。で、あとね、あの目線ばっかりだとあれなんで、うん、ちょっと目の大きさも OK です。ありがとうございます。 OK、 OK、 はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、うん、絶対いいよ。はい、はい、うん、じゃあ次の衣装で、はい、着替えます。はい、白バッグになります。はい、よろしくお願いします。着替えてきます。じゃなくもさつだ。ツーショットになっちゃった。ヘイ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 。Hey, hey, 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 hey. じゃあ照明大きくですが、またくるっと回って。あとでくださいね。いらないですか。あれ、何も取ってないね。え、私がこっち向いちゃうと首がこっちに傾いちゃう癖で、うん、でも全然、うん、誰もいないの。担当者誰もいないっていう顔今の。あれ、これスネクラ、何で誰だ。スネクラスネクラ今スネクラスネクラスネクラ。ありがとうございました。じゃあ着替えます。ありがとうございました。またね。カレーもらって帰ろう。はい、どうぞ。どこに味書いてあるのよ。あ、これか。チキン、あ、チキン中辛いですね。チキン中辛かな。チキン中辛。誰だ、キヨちゃん。キヨちゃんの橋本さんは確かチキンだから。いや、そうなんです。私とキヨちゃんって食の好みが全く一緒なんですよ。あ、そう。
そうなんですか。全く一緒で、もうみんなでなんかせーので選んだら絶対被って絶対じゃんけんするっていう。これももらっていいですか。どうぞどうぞ。じゃあこんだけもらってくれる。何これ、チーズケーキ？どうぞどうぞ。わあ、なんか撮影終わったらめっちゃお腹空いてきた。いただきます。すごいスプーンの形。うわ、柔らか。想像と違う。食べました。ありがとうございます。ねえ、チーズケーキめっちゃ美味しいよ。食べた食べた。美味しい。めっちゃ美味しい。なんかトロトロが入っている中に見えます。終わりました。めっちゃあっという間、すぐ終わりました。ちょうど夜ご飯の時間なので、お土産いっぱいもらったんで、お家帰ってオーベルジーヌのカレーを食べたいと思います。ありがとうございます。